おかえりなさい。こんなことは想定外。うっかり放送されてしまった恥ずかしいハプニング重戦。いつも朗らかな表情でニュースを伝えてくれる女子アナウンサー。そんな彼女たちも失敗してしまうことはあります。その失敗の内容は言い間違いだけでなく、恥ずかしいことも。今回はそんな彼女たちの恥ずかしいハプニングについてお話ししていきます。このチャンネルでは女子アナに関することをお話ししていきますので、気になる方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは行ってみましょう。増田絵里奈、元 TBS アナウンサーのマスパンこと増田アナ、バラエティ、スポーツ、報道にわたり活躍した彼女は、2014年に広島カープの堂林翔太選手と結婚し、家族で広島に拠点を移しました。そんな増田アナは、2020年の年末に放送された番組で、MC を務めた際、ピンク色のセーターのインナーとして着ていた、キャミソールが、ピンマイクの重さで徐々にずり下がり、胸元が見えてしまったのです。CM が明けると元に戻っていましたが、また下がってしまい、ネット上では、これは貴重な放送事故だや、キャミソールとマイク、もっと頑張れと、コメントが集まりました。黒田みゆ、パンチラといえば彼女と言われるほど、近年、男性の注目を集めている黒田みゆさん、ラグビー特集をした際に、トライをしながら VTR を振りましたが、場所を間違えてしまい、何度も修正しましたが、黒のロングスカートで見えるはずのない美脚があらわに、さらに黒田さんは、バブバブワイドで座り直した際にも、うっかり見えてしまいました。この恥ずかしい瞬間は、別のカメラアングルで撮影されており、ネットでは、見逃さなかった視聴者がズームアップして話題となり、どれだけ絞り取れば気が済むんだや、ごちそうさまでしたなど、SNS 上ではお祭り騒ぎとなっていました。森かすみ、現在、バラエティだけでなく、ドラマにも出演し、令和のあざとクイーンと呼ばれる森さん。そんな彼女もこれまでたくさんのハプニングに遭遇してきました。その一つが、森かすみの全部嘘テレビでのハプニングです。森さんがキャバ嬢となり接客するシーンで、グラスを拭く際にドアップとなり、ミニ丈のドレスだった森さんの V ゾーンが見えてしまったのです。本業にしてくれ、わざとパンチラを見せるところが相変わらずあざといな、とのコメントもあり、SNS 上では賛否両論の声が飛び交う形となりました。夏目未来、元日本テレビアナウンサーで、お笑い芸人の有吉弘行さんと結婚した夏目未来アナ、普段の印象としてはおっとりで、そんなハプニングとは無縁そうですが、そんな彼女も局アナ時代に、思いっきりいいテレビで、観覧客にお菓子を配っていた際、しゃがみ込んだ時に胸元が見えてしまうハプニングが、一部では角度によって先端まで見えてしまうシーンがあり、ミクちゃんの胸元来た、これは永久保存版ですななどのコメントがあり、世の男性の目の肥やしとなりました。現在では、このシーンは貴重なお宝映像として、語り継がれています。三浦麻美、愛嬌のあるキャラクターとその美貌により、老若男女問わず人気の三浦麻美アナウンサー。そんな彼女も、ある意味彼女らしいハプニングに遭遇しました。2022年2月23日に投稿された朝の情報番組 ZIP の公式 YouTube 動画で総合司会を務める三浦アナは若手の山崎誠アナや北アナと共に登場しました。その中で普段は見ることのない光景が彼女たちの目に飛び込んできたのです。普段 ZIP とヒルナンデスのセットは同じスタジオで隣り合って設置されており、一方が放送されている間はもう一方のセットは照明が落とされています。しかしこの日は双方のセットの照明が点灯され、珍しい映像が撮影されました。三浦アナは2011年から2017年までヒルナンデスのアシスタントを担当していましたが、このような光景は初めてとのことで興奮気味。そのためヒルナンデスのセットに小走りで入り、ジップのセットにスキップで戻ってくる際、ブラウス姿の三浦アナの推定 G カップが揺れ、胸元のボタンの間が開き、色白の肌が見える事態に、この光景にファンは、こんなご褒美が見れていいのでしょうか。また本人気づいてなさそうなのが良きなどのコメントが集まりました。宇垣美里、元 TBS アナウンサーで現在はフリーで活動している宇垣美里アナウンサー。彼女のハプニングは2016年12月30日の、朝ちゃんの年内最後の放送の際に、全国のおせち料理を紹介するために築地から急いでスタジオへ戻る宇垣美里アナが
スタジオ入り前に転倒、スカートがめくれそうになりましたが、スタッフが映り込んで事なきを得ました。この光景にファンは、あともう少しだったのに、今回の MVP はこのスタッフさんだねなど様々なコメントが集まりました。この転倒シーンはファンにとって伝説的なハプニングで、今もなお語り継がれています。井上聖花、フジテレビの朝の情報番組目覚ましテレビのメインキャスターを務める井上聖花アナが、2022年3月25日に福岡ペイペイドームで行われたソフトバンク VS 日本ハム戦の開幕戦で始球式を務めました。華麗な投球フォームとともに、ある部分に注目が集まりました。薄ピンクのズボン姿で登場した井上アナ、投球後に彼女の肌着のラインがくっきりと映し出され、ネット上では超興奮したとの声が。井上アナもまさか自身の下半身にこれほど注目が集まるとは思わなかったでしょう。普段着用していた肌着が投球後にライン丸見えとなり、ファンにとっては貴重なお宝映像となりました。スミレーナ、週刊誌の表紙やバラエティ番組でも活躍するスミレーナアナウンサー、その美貌はうっとりものですが、そんな彼女のハプニングは2021年8月24日に放送された踊るさんまぼ展で運動神経抜群のゲストとして登場。クラウチングポーズを披露した際、ロングワンピースの襟元が膨らみ、推定 G カップの胸元が見えるハプニングが発生。さんまさんに突っ込まれながら再度ポーズを取るも、共演者の中川翔子さんがドエロいと叫び赤面。視聴者からもよくテレビで流せたなと話題になり、大反響となりました。スミアナのサービス精神あふれる姿が印象的でした。阿部佳代子、2016年から2022年4月1日まで目覚ましテレビの7代目お天気キャスターを務めた阿部佳代子さんは、現在目覚まし土曜日のキャスターとしても活躍中です。そんな阿部アナはお天気キャスター時代にもギリギリ攻めたいショーで視聴者を楽しませてくれました。2021年10月8日の放送では、薄いブルーのブラウスにベージュのジャケットを着用、しかしそのブラウスが透けてしまい、視聴者からは放送事故だと困惑する声が続出。さらに2020年11月の放送では、強風の中でロングスカートが密着してしまい、股間シルエットがくっきり浮き上がるというハプニングもあり、ファンからはお天気に近いからか、お天気が俺らの味方をしてくれたなどのコメントが寄せられています。佐久間南、英語がペラペラで才色兼備な佐久間南アナウンサーが2022年4月16日放送のスポーツ情報番組スパークで大胆な姿を披露。当時紫色のニットに白色のジャンパースカートを着用していましたが、片方の肩が大きく露出し、形の良いバストラインがくっきりと浮き出ていました。さらにブリッジを披露した際にはスカートのスリットが開き、美脚がちら見え、男性視聴者からは胸とか腹部がいやらしいと大興奮の声が上がりました。というわけで、今日はこんなことは想定外、うっかり放送されてしまった恥ずかしいハプニング重戦というテーマでお届けしました。彼女たちの想定外なハプニングはいかがでしたか？こちらのチャンネルでは日々女子アナに関する情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。